元気達也のあなたのおすすめいただき、どうも元気達也です。今僕はですね、福岡の天神ですか、天神に来てるんですけど、今日はですね、今カメラ撮っている流木の民の慎吾くんからですね、ちょっと紹介をもらいまして、ちょっとある人がですね、こう来るんですけど、お疲れ様です。お疲れ様です。今日よろしくお願いしますね。はい、テンション高い。村橋さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。村橋さん、どんな会社やられてるんですか？IT 系のサイトやって、はいはい、大丈夫ですか？元気全くないですけど、はい、ちょっと素敵なお店ご紹介していただいてよろしいですか？なんか食べたいのある？いや、もう何でも僕大好きなんで、はい、そしたらじゃあそこ行こうか。そこビストロを、あ、なるほど、ハンバーグと羽釜のご飯。はいはいはい。村橋さん、これ中入ってきましたけど、ちょっとおすすめのメニューあります？これもハンバーグメインだから。ハンバーグメイン、はい。うん、もうこれ。はい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 。本当、モッツァレライン。じゃあ、ロフタツ。はい。どっちもデミグラス。はい。お願いします。はい、うわ。お。じゃあいただきます。うまっ。普通やん。本当にうまいもんって美味しいしか出ないですけど、めっちゃお肉めっちゃジューシーですね。あえての大げさじゃない、うん、そうです、そうです、そうです。びっくりした。うまっ。ちょっとさらにこうデミグラスソースつけて噛みて、このご飯、うんうんうん、うまい。めちゃくちゃご飯うまいですね。炊き加減最高。うまこれ。うわ、もっとされた。うわー、すげー。これつけて。これでいただきます。これ最高ですね。これマジで元気フード。これちょっと肉味噌これですか。これでご飯をいただきます。これ何杯でもいける。これでいっぱいいける。うまい。はい、テールのお肉を乗せたご飯に、テールスープ、テールスープ、はい、自家製でございます。これね、お浸るまで入れていただきます。はい、これね、ご飯おかわりでね、お茶漬けも楽しむことができるんですよ。なかなかないですよ。ちょっとかけます。美味しい。ご飯ももちろんうまいんですけど、だしとちょっとこのテール肉、これがまためちゃくちゃうまい。てかもうこの何、テールスープめちゃくちゃうまい。これ何杯でも本当にいける。いや、村橋さん、最高に美味しかったですね。美味しかったよ。本当に美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまです。美味しいのがやっぱあるからね。はいはい、もう最高ですね、はい、あとね、福岡でね、うん、やっぱ特徴的なものといえば、やっぱ女の子、女の子女の子です。いやいや、まあ僕はもう女性好きですけど、はい、じゃちょっと面白いところ、面白いところ、この後ですか、いいんですか。おい、じゃあ行きましょう、行きましょう。あ、バーですか。バーだけど、フィティッシュバー。フィティッシュバー、いや、初めて聞きました。どういったバーなんですか。すごいわかりやすく言うと、はい、普通のバーと、うん、これ放送的にちょっとP入るかもしれないんですけど、まあ普通のバーと、いろいろなそのバーの半分、まあ、そういう、なんか尖った人が来る。まあ大丈夫ですけど、僕まん丸なんですけど。いや、そんなことねえ。大丈夫よ。今
の。ちょっと骸骨なんだろうこれ。ちょっととりあえず行ってみましょう。まあ、村橋さんのねおすすめのお店なんで。本当だ、なんかあったかいお湯。うん。ありがとうございます。めちゃくちゃ最高な最高な夜って言ったんですかね。美味しい食べ物として美味しい場所、めちゃくちゃ元気出ました。見てた。はい、ありがとうございます。よかった。大丈夫ですか大丈夫ですかね、それではまた皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。